のポケモン。事務戦での使用が多い。第25話、この曲に乗って、人影は怒り猿に対して怒りを発動した。他にも、第24話、ピカチュウ対ユンゲラー。第32話、人影対ゴルバット。第36話、不思議種対ゴローニャがある。